皆さんこんにちは。コツアズ鉄道チャンネルへようこそ。今回はかつて存在した新幹線が止まる駅を通過する謎の路線について紹介していきたいと思います。普通新幹線が止まる駅というと地域交通の要を担う主要駅や街の中心駅という位置づけの駅が多いです。しかしそんな街の中心駅に位置するであろう新幹線の駅を素通りしてしまう路線があったとなると、おそらく多くの視聴者の皆様は驚きを隠せないのではと思います。この動画を見ればこの路線にはどんな列車が走っていたのか、この路線がどんな役割を持っていたのか、そして一体なぜ新幹線が止まる駅を通過することになったのかということについて知ることができます。それでは本編へどうぞ。今私は謎の路線があったという栃木県の小山駅にやってきました。小山駅は東北新幹線が止まる小山市内の主要駅であり、かつては特急列車が停車する駅でもありました。現在は東北新幹線、宇都宮線、両毛線、水戸線の JR4 路線が乗り入れ、栃木県内では宇都宮駅に次いで2番目に大きい駅となっています。そんな小山駅を通過していた謎の路線は駅から少し離れているので歩いていきたいと思います。謎の路線が分岐していたところまでやってきました。何の変哲もない踏切に見えるかもしれませんが、ここから正面に向かって路線が伸びているのは JR 宇都宮線です。ここからかつては右側に新幹線駅を通過する謎の路線がありました。もう少し分かりやすい場所に来ました。現在は駐車場になっていますが、よく見ると全体的に宇都宮線方面からカーブしていることが分かります。昔はもっと分かりやすかったのですが、今は分かりにくくなってしまっています。そんな謎の路線とは何だったでしょうか。その答えはもう少し先にありますので、そこまで歩いて行ってみましょう。はっきりと線路の跡が残っている場所まで来ました。最近は線路跡のほとんどが家の分譲に使われてしまっており、徐々に消えつつありますが、今歩いてる左側にはまだここがかつて謎の路線だったということがわかると思います。またプライバシーなどの問題からこの動画では残念ながらカットしていますが、ここまで来る時にも不自然に細長く敷地が曲線を描いているアパートが新築で建てられた空間が存在し、線路跡が宅地に転用されていることに気づきました。謎の路線の終着に着きました。合流した先は水戸線です。つまり謎の路線というのは宇都宮線から小山駅を通過し、水戸線につながる役割を持つ短絡線ということになります。この短絡線の名前は小山短絡線、または小山水戸線短絡線と呼ばれています。今回の動画では小山短絡線の名称を使用することにします。別に宇都宮線に行くには小山で水戸線に乗り換えていけばいいじゃないか、この短絡線はいらないじゃないかと思う方もいると思います。現状そういった事情で廃止されてしまった路線になるのですが、まだ現役だった頃は短絡線を作らないといけない特殊な事情がありました。貨物列車は基本的に機関車による運転となるため、電車と違い方向転換をするときには大変です。小山駅上空の写真を見ていただくとわかりますが、現在のルートだと一度小山駅に入線し方向転換、スイッチバックをする形となるため、方向転換の必要があります。時代は1950年まで遡ります。現在は小山駅にも新幹線が通っていますが、この時代には新幹線がなく、また東北本線も宇都宮より北は単線区間があり、さらに非電化で20パーミルの急勾配が連続することから、貨物列車の運転は複線電化がされており、
勾配も緩い常磐線がメインとなっていました。しかしながら砦より南の区間では列車本数が多く、ダイヤが逼迫している状況でした。そこで一部列車を東北本線で間々田駅まで走行させ、小山短絡線を経由して水戸線へ入り、そこからさらに常磐線で北上するというルートが取られていました。小山短絡線は1950年8月に設置され、しばらくの間は貨物線としての役割を果たすこととなります。当時の運転本数は分かりませんが、高速道路もない時代、鉄道の貨物輸送は重要で、できるだけ効率的に運転したかったことが理由で、この短絡線が設置されたのではないでしょうか。ところで、1968年、東北本線上野青森間全線が複線化、電化されました。これにより、常磐線に貨物を迂回させて運転する必要がなくなりました。後に、電気機関車の登場、改良によって、20パーミルの勾配を理由に迂回する必要もなくなりました。続いて、1973年4月、武蔵野線が開業しました。武蔵野線の開業によって、東北本線と常磐線を連絡するための小山短絡線は、貨物列車のための路線としては役目を終えます。しかし、当時は、小山短絡線を利用した旅客列車が運転されており、1968年10月の国鉄白紙ダイヤ改正、いわゆる43等が実施された際に誕生した急行つくばねが、この短絡線を使用して運転されていました。この急行列車は7両編成で運転されていました。今の水戸線よりも長い編成で運転されているのは驚きですよね。この列車は上野駅を16時34分に発車し、途中小山駅には停車できないため、一つ手前の間々田駅に17時38分に到着。間々田駅は現在も快速列車が通過する駅ですが、そんな駅にさらに上位の急行列車が停車するというのは変な光景ですよね。間々田駅に停車した後は小山短絡線を経由して水戸線に入り、終点の勝田には19時10分に到着する列車でした。ちなみに逆方向の上野行きは水戸始発で運転されていました。ただ、この急行つくばね号も1985年に廃止され、この時点で小山短絡線は役目を終えます。短絡線の撤去、敷地売却がされたのが2018年頃となっていますので、約33年間にわたり放置されてきたということになります。これだけ放置されたのも珍しいのではないでしょうか。もしかすると、東北本線、武蔵野線が普通となった際に、迂回路線として使用することを考えていたのかもしれませんね。皆さんも、もし青春18切符などで小山駅を通過した際には、この小山短絡線があったこと、また、小山駅を通過し、水戸方面へ直通する急行列車があったことなどに思いを馳せてみると、宇都宮線を使用した移動が少し楽しくなるかもしれません。いかがだったでしょうか。今回の動画を見ていただいたことで、新幹線停車駅小山駅を通過する小山短絡線が存在したこと、当時の貨物輸送は常磐線がメインで、貨物線として1950年に作られたこと、武蔵野線開業で貨物輸送としての役目を終えるが急行つくばねが運転されていたこと、急行つくばねは上野から勝田、水戸を結ぶ急行列車だったこと、しかし常磐線に貨物を迂回させる必要がなくなったこと、急行つくばねは1985年に廃止され、同時に小山短絡線も役目を終え、事実上廃止となったこと。1985年から2018年まで33年間放置されていたこと。現在は宅地に転用され、徐々に廃線跡がなくなりつつあることが分かったのではないかと思います。
この動画が参考になったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。また、チャンネル登録についてもぜひお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。